はい、コンベンションセンターからお届け、札幌ビーズ館。ありがとうございます。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方を1年365日毎日ご紹介しております、札幌人図鑑、私案内人の福津京子です。そして今日のゲストは松崎ビル株式会社代表取締役の松崎貴博さんです。松崎です、よろしくお願いします。割れんばかりの拍手をありがとうございます。ありがとうございます。松崎さんもちょっと自己紹介、本業のご紹介。はい、ビル賃貸業をやっている、松崎ビル株式会社の松崎と申します。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まあ、後ろにねスキーが来ましたけど、今日はこのお話一色になるかと思います。それでは松崎さんにも3つのキーワードで伺ってまいります。ご用意いたしました3つのキーワード、こちらになります。じゃんじゃん。実は国体選手です。雪育を広めたい。明日はスキー日和ですと言わせたい。はい、今日はこの3つのキーワードでお送りいたします。はじめに1つ目にですね、実は国体選手ですというキーワードにさせていただきました。すごいですもんね。まあすごいというか、一応国体に、北海道代表として、はい、3回ぐらいですか、出させていただきました。すごいんですよ。全国学生岩岳スキー大会大回転で優勝経験があります。それから国体の選手権の、国内ランクが360位。あ、微妙ですね。世界ランク3000位。いや、まあでも世界ランク持ってるあの代表取締役ってあんまりいないと思うんですよね。だからいいかなと思ってます。うん、それでね、もう一つあります。世界ランク30歳以上というと40位。一応そうですね。まあ単にあの登録者数がいないっていうだけだと思うんですけども、はい、一応そういうオチもありますけど、はい、いやすごいですね。だからこの年でっていうか、この JC 世代で国体出るって本当に素晴らしい。 ありがとうございます。今年はどうなんですか。今年はですね、あの、はい、国体予選の前日にあの、うん、転倒して怪我してしまいまして、救急車で運ばれて、肉離れだと、ということで今年は本当に数日しか滑ってません。なので来年頑張ろうかなと思ってます。そうなんですね。JC 一色になるかもしれないです、はい、今年ね。さあ、そんなわけでスキーを持ってきていただきました。ちょっとスキーのせっかくですから、ここで紹介しちゃいましょうか。はい、いいですか。これはですね、今我々がこう競技するときに使う板で、はい、一応世界基準とあのルールが決まってるんですけど、それで実際適合した板なんですよね。はい、で実際この間のソチオリンピックのときにも優勝した選手が入ったのと全く同じ形のモデルなんで、全て同じデザインというか、まあ、仕様になってるんで、まあ、ある意味貴重なものではあると思うんですけども。なるほど、はい、ただ私は3日間しか履いてません。これオイラのなんですね。でもね、そうですね、一応はい、というようになっておりますか。結構重かった、すみません。そうなんですって。こんなねスキーを履いて、やっぱり子供の頃からずっとスキーをされてたの。そうですね、一応小学校1年生からこういうスキーを始めて、はい、まあ全然中学生高校生ではもうそんなオリンピック目指そうなんて思ってなかったんですけど、うんうん、社会人になったらやめ時を見失ってしまって今も続けてるという感じです。素晴らしいですよね。でもね、でそんな松崎さんなんですけれども、こういう国体のずっとスキー大戦でずっと続けていきながらですね、今いろんな活動をされていらっしゃいます。ではそのあたりを2つ目のキーワードで伺ってまいります。2つ目こちらです。じゃんじゃん。雪育を広めたい、はい、ということなんですけれども、これ雪育っていうのもあんまり聞かない言葉ですね。そうですね、よく使うのは食育とかっていう言葉があると思うんですが、はい、で我々のこうスキー仲間で最近この雪育っていうのをですね、造語として使ってるんですけども、やはりその雪国で我々育ってますんで、少しでもこの雪の楽しさを子どもたち含めて、はい、大人も含めて、知っていただきたいなっていうような活動を今そのスキー仲間でしているんですね。はい、この仲間っていうのがまたね素晴らしい仲間がいらっしゃる。
よね。そうですね、この間もオリンピック出ましたけど、佐々木明、北海道の北斗市ですかね、出身の選手であったり、はい、あとまあ、富良野出身なんですけども、井山圭介君というですね、はい、この間の全国技術戦で優勝した選手なんですけども、はい、彼らと一緒にですね、活動をやっております。そんな人気選手と一緒だったらいろんなことができそうですね。そうですね、やはり彼らはもう世界中の雪のことをよく知ってますし、はい、まあ、我々も北海道の雪質っていうのが世界でも本当にトップクラスだと、まあ、ニセコに、ね、外国人がたくさん来ているのもそれを裏付けていると思うんですけども、はい、世界各地でウィンターオリンピックってやってきたんですが、最も雪質がいいと言われているのはやはり日本なんですね。そうなんですね、はい、ただ国体のその試合自体はだいたい本州でやるものなんでしょ。そうですね、なんか本州の方が多くて、ね、昨年、今年は山形、昨年秋田、その前は岐阜ということで、全然札幌、北海道ではあまり開催される数は少ないですね。結構まだ北海道の雪がそんなにいいって皆さんご存知ないのかもしれないですよ。その可能性はすごい高いんで、我々としてはできるだけそれを知っていただきたいなっていうふうにも思ってます。はい、ということでいろんな活動されてるんですよね。そうですね、はい、まあ、一番大きくやってるのは私の場合は同世代にできるだけその札幌の雪を知ってほしいと思って、はい、例えば北海道でスキーツアーをやってみないかとか、スキー旅行ですね、うん、はい、あと同じようなスキーレーサーであれば練習会場として北海道を使いませんかみたいなことでお勧めしています。もうなんなら会場も含めて合宿もやっていただければ長期滞在につながりますよね、はい、そうですね、やはりそれも経済効果にもつながりますし、はい、でもうどんどんそれが広がっていけば今度はどんどんいろんなところにそういう活動が広がっていくんじゃないかなというふうに思っています。そうなんですって。やっぱりこうパウダーを滑るのは最高ですよね。そうですね、もう私たちもこの札幌青年会場のスキーヤーたくさんいるんですけども、はい、本当にパウダースキー楽しんでる方たくさんいます、うん、ですからこれをですねどんどんこの道外も含めてですね、はい、国外にも広めていきたいなというふうに思いますね、はい、合宿するっても結構あれなんですね、条件いいですよね。すごくいいと思います。宿とスキー場が近いであるとか、ところ大きいですよ、はい、でスキー場をこう、なんていうの、借り上げることが北海道のスキー場って結構できるんですよ。借り上げちゃう、安いからできるってこと。コースを、はい、できちゃうし、コースも封鎖して、はい、もうそういう事故とか起きないようにですね、一般の方と分けて専用のコースを作る、はい、そうなんですよ、はい、なのでそういう環境できるというのはやっぱり北海道ならではかなというふうに思いますね。もっとアピールしたいですね。本当はもっとアピールしたいんですけど、なかなか、まあ、うまくいってないというのもありますねそのための活動をいろいろされていらっしゃる松田さんでございますが、はい、じゃあ、それではこれからというところで3つ目のキーワードも伺ってまいります。3つ目こちらです。じゃん、明日はスキー日和ですと言わせたい。はい、はい、これはこれはですね、北海道でニュースを見てて、で天気予報のニュースになりますと、はい、大体その、まあ、天気予報士女子アナさんとかは、うん、明日雪明けが大変ですとか、大雪で事故に注意してくださいとか、少しこうネガティブな発言がすごい多いんですよね、うんうん、はい、それをできれば明日はスキー日和ですよとか、明日はパウダースキーにはもってこいの日ですとか、こういったことをですね言っていただきたいなっていうのが思うんですよ。明日どか雪だよっていう時には、はい、雪かき大変ですよねとかじゃなくて、はい、そうです、お父さん明日は学校帰ってきたらバケ連れてってはい、だからそういうふうにして、うん、もう除雪が大変です、除雪屋さんいっぱいいますから、素晴らしい優秀な人もいっぱいいますから安心だと思うんですよ、だからもうね安心してスキーに行ってほしいなと、楽しんでいただきたいなと思うんですね。近場のスキー場がそれだけいい雪が滑れるっていうことをもっとアピールしたいですもんね。そうですね、こんだけ家からですね10分15分で行けるような距離にスキー場があるっていうのはなかなか全国各地でもないですし、はい、世界でもないんですよね、うんうん、私もオーストラリアとかオーストリアも行きましたけども、はい、全くそういうとこがなかったですね。そうか、なんか言われてみれば明日はどか雪ですって言われたらちょっとブルーな気分になってましたけど、はい、それじゃダメね。それじゃダメですね、できるだけこう我々もう本当にこれだけですね有効な、まあ、資源があるんで、はい、それはぜひ活用したいなというふうに思いますね。はい、ということでスキーが大好きな松崎さんでございました。雪国札幌の魅力をねもっともっとみんなで知りたいなというふうに思いました。今日のゲストは松崎ビル株式会社代表取締役の松崎貴博さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。